この短期間でとんでもない成長ね。以前の君は超えるものの対象外だったのに。そう、つまり君はルミナス様と同じ高みに至ったということなのね。いろんな意味で戦いたくない相手だわ。お、急に降参か。なんだありゃ。はい、精霊力の具現化を確認。大麻に特化した生属性の武具と推測。あとはもう純粋なる力と力の勝負。全身全霊をかけて挑むのみ。代用品で心もとないが準備はできた。ラファエルのサポートを受けてもこれか。正直もう少し楽に勝てると思ってたんだけどな。本当にすごい成長ぶりね。だけどそれはあくまでも身体能力に関してだけ。技量までは追いつかれていない。10年かけて磨いてきた技には。短い間だったけど先生から受け継いだ経験の差はある。冗談はやめてくれ。こんなのが当たったらそうな。地味な作戦になるが、日向の疲労を待つ方が確実だろうな。いや違うぞこれ。刻攻撃予定地点へと誘い込まれています。やばい先生、ラファエル先生、なんとかではないでしょうか。というかさっさと対策を考えてくれ。これは相手に出せる剣筋を表してるようだな。予測できてるフェイントはもうフェイントじゃない。俺の勝ちだ。リムル。お、なんだ。次で終わりにしましょう、私とあなたの戦いを。ただし先に言っておくわ、この技はとても危険なのよ。それでも私の提案を受けてくれるかしら。お、ただしこれで恨みっこなしだ。お前が負けたらもうこの国に手出しをしないって誓えよ。わかった、約束するわ。だからこそこれで決める。メルトスラッシュ。コク、防御不能、回避不能、アルティメットスキルベルゼビュートを犠牲にして相殺する策を進言します。迷ってる場合じゃないな。